皆さん、こんばんは。今日は、スレイドスパイアやります。一応、あと3戦で、目安の15戦終わるんで、まあ、頑張りたいけど、まあ、なんか、2キャラ、後半まで進んじゃえば、ディフェクトだけ、明日とかになるかもしれない。ノムさん、早速こんばんは。ポーションはちょっとダメだな。そしてショップが左の方じゃない、右の方に偏ってる。ショップ行く？敵の脱力多分一緒に戻るだろう。ここのショップ行く、行くルート取るかどうかよな。19系ルートはなんか弱くなりそうだな。まあ目指すも19系2エリートなんだけど、体力が足りるかちょっとわかんないし、19系2エリートが普通かな。こう言ってまあショップを拒否するか、それかも最初のショップ行って。いや、でも変わんないな、大して。左から行くか。どうせ使いどころねえから、こういうところで使っちゃいます。ストライク3発。フィールドストライク取っとく。一応打点が高いんだよな、こっちの方が。まあ瞬間的には強い。でももうすぐ腐る。けどな、アップグレッシー1コース17点だと、まあ寄生虫に対してはかなり強くなれるっていうメリットはある。今日はマジで、すぐきつくなる。こっち踏んだよ。人によるみたいなタイプな気がする。リポっていいと思うけどね。の比率もあんま高いから、ストライク2発で倒せるから、ストライク2発倒したいんで、で、出たよ、アタック弱い展開。ブレックス取っとく？露骨4点とかの働きくらいしかしてくんなさそうだからな。
分きつそうだな。あーでもなんかいろいろ出てきた。いろいろ出てきたけど、エリートを踏める気しねえな。そうだ、そこパターンはきつい。いやーこれ使うとちょっとエリートが怪しいな。更新車線で奥行く、これ奥行かれるとさ、被弾増えるんだよマジで。これランペか。どっちも欲しいな。ラガボスで考えるとこっちの方が強いかな。これランページ打ちつつなんか極端も打ってってのもある。次コントン打ちどころだね多分。ラガにはかなり強い。おっと、都合と、なんか出てきた。まあ、長期的に見て、ランページ回す速度速くなるから取っとくか。まあ、場合によっては2回復も、ちょっとだけ回復も見込めるし。あ、でもな、中身が弱いことには変わんねえな。肩超えてセントリーか、グレムリーか。ランページアップグレ効く敵がもうなんかいなさそうだからな。いや、巨大にしとくか。ああ。いいな。学校から殴り倒さん倒した方が多分早いね。いやー、いつもさー、なんか強敵プールの引き方悪いんだよなー、ほんと。いつも。俺の引き方みんなしてたら絶対勝てねえよ。アタックも全部しょうもねえし。プライム戦だから絞ったら回復普通に弱くなりそうだからな。いやエリート踏みづらくなっちゃったな、もうクソみたいなギャングのせいで。アロンか。アロンだったらまあ、セントリーに強いし。
ちょっとボスルグリがあれかもしんないけど、まあアタック多いってことで許してくれるか。最終的に人気まみれになるからカードは欲しいんだよ。まあそれでも武装はな。次セントリーかあれか。ラガか。ブロックの比率低すぎるからこれ取っとくか。ドロップはちょっとスライムに対して役に立たなさそうなんでスルーしましょう。野生動物ね。レブリンギャング野生動物だからいつも通り引き悪いね。なんか瞬間的には怒りの方が強くなりそう。勝手に増えてくれるから、なんか粘液を緩和してくれる可能性あるし、一応筋力ポーションで、まあ、下げれるし、いそうなんだよ。バリバリケースします、でも。ではなくてもそんな変わんねえだろ。めっちゃ変わりそうだけど。だけ16点出せるけどそれ以外はゴミ。この体力でなんとかするか。
ヘッドバットランページ、まあ決まるかわかんないけど、まあなんかやる価値はありそうだよな。いいかな。1ターン目これ引いたときスライムクラッシュ軽減できるからこっちにしよう。払わんのか。ページ奥つらいね。ここ点入る。強打切れちゃうのか。でもバリケード打てるのちょっと魅力的かな。どうしよう。他にこれは分裂か。嫌だな。僕はやってるからだけは愛するか。いい感じに配分できないな。1体は倒すんだけど、1体に集中してなんかこれ2個打つか。なのに1体倒してかな。だろう、こいつにストライク打つのとこれ2発打つの変わんねえんだよ。でポーション使うか。4個持つでいいのかな。これはエナジーか。どれいやー、なんか強いエリック引いてるだけになんか恥ずかしい負け方しちゃいそうだな。
このデッキベアードめっちゃ辛いから、なんか賢者取りたくねえなー。まあこれもかなり嫌だけど。いやーでもなんかな、これとドームベアードと比較したらまだ行動見える、賢者ベアードの方がまだマシに見えるなー。グレムリンリーダーは圧倒的に賢者の方がいいんだよ。まあバリケでなんかバリケかつ敵ガマしできる状態になったら多分賢者のこっちの方が有利になるから、それ期待してドームにするか。とりあえずここショップ行かないと。まあ、泥棒だったらこれ正解だね。そして22で2ターン殴られるから。ちょっと差出るな。あれめっちゃ手札いいし。もう怒り使う系のビルドにはなんなさそうだからするか。これが馬力のいいところだ。うん、ブロック馬力ある状態でブロック張ってなんか行動つかされても裏目になんないから。何かくらい取った。ダブルタップランページも一応ある。あれかな。応用ボリュームある。うまあケチはすごい。あ、なんか今回2曲欲しいな。エザーとかなんか回復過剰な気もするけど、それで強気強気のルート踏んでくるのがいいのかな。ウーアクとの比較どうなんだろう。スピオは買うとして残り何買うか。
あ、なんかすげえ肉買いたい。誰から肉買うわ。回復過剰な感じもするけど。売れねえな。そしてランペとその相性の悪さ。今度死ぬこと欲しいな。ファイリーでいけるか。いくらなんでも無理じゃん。リザルト画面がおかしくなるから今リロードしました。かなぁ、野戦2枚がちょっとデッキが回んなくなる。いやー、ここの分岐なに後回ししてもいい編成ではあるかな。馬力法要で取ってちょっと道中スレイバーズとかに弱くなってるし、乗り切れない方向で行く、ないルートで行くか。まあせめてなんか休憩エリート踏んで、休憩エリートみたいな感じにしたいか。しか殴ってないじゃん。こいつは絶対殴るんだ。打ってくれた方がかえって都合いいと言いたいところだが、これは厳しいな。しか出てこねえ。約満タンからでも死ぬぞこれ。手打たない展開ありそうだから包容からか。いや、避けるもあるか。いや、
ポジション強いし、こっちだな。うん、でもこれチャンプに取っていきたい。でも今使わないと多分無理。ライク戻すの弱くて、いくらなんでも。でも一体も倒せない可能性あるんだよな。一体倒せるが、割り気が打てねえ。殴られてても、この状態で殴られてもここにまずいな。でも40はこっちか、これに耐えてるか。一体倒せねえ。でも本体集中でいい気もする。48、16×3、12×3、まあ最悪直撃してもいいから。次のターン、ランページストライク2枚でどんくらい出る？16の27?43 くらい出る。2719。46+61。殴りでも足りないか。7、1、9、4、6+15だから61で残り49。ストライクがボトムると次16+27で43。なんか送ったらフレックス使う感じでいくか。残虐、ほんとだ、ボトムラーメンは。そっか、だったら16、16。27。16、16、27、30、27、50。ダメだ、どっちにしろ、ここで。ウィンドだ、ウィンドだな。なんかチャンスにやってみると、でもボリスラ欲しいけど、でもウィンドないと回んねえよな、そもそも。何ページで頑張るか、チャンプ火力は。
おーい。ドリルまず引く。よいしょ。これでこいつは死ぬ。あ、エンド揃った瞬間バカみたいに強くなってる。さすがにこれボディスラ欲しいな。攻撃感は魅力的ではあるけど、どれが一番強い？よくはバリ系の鬼択なんだろうけど。応用はなんかウィンドとかのセットアップが早くなったりとかっていうメリットがあって。バリケードはまあ、一旦目から、まあ1ターン目からなんかブロック失わずに済んだりとかするけど、まあセットアップ重視するなら包容だし、なんだろう、バリケを優先するメリットは、まあ1ターン目何もしてこないタイプの敵とかがいいのかとか、赤今バリケ詰めるとなんか2体目のエリート戦う時が少し困りそうなんだよ。特にスレイバーズとか相手するとだいぶ苦労しそう。なんかバリケっていうどう考えても使わないカードで1枚もあるから、ウィンドウはまあ雲とかウィンドウじゃないや、紅葉はウィンドウとかもつれギリ使えるけど、あとエリクサーか。今エリクサーある分瞬間的な強さで見るか。一本でもう一回エリート踏もう。エリック、まあいいでしょう。消す。仕方がわかんねえ。逆まで消す。次のターンもあるか。気はちょっとやばいな。
全消しかな。みんな側使っとくか。フライク打ってもしょうがねえ。バリケとか打ってる暇ないから、エリカで全部切って。ダメージ出す。いやー、初手保有大正解だ。それ置くか、背置くかよ。またダメージ計算しなきゃダメじゃん。誘発点かな。違うか、15、いや18点か。9、44。万能廃棄。まあ採用しても良さそうだな。アップグレ剣も普通に余裕あるし、バンドローだしな。骨付きにかかったの、なかなか賢かったな。結構これは体力のロスの方がでかそうだからやめとこう。
ブロック脆弱なせいでブロック溜まりづらいな。なんかアタック多いし。痩せとウィンドウが一生揃わねえ。消えるしらした。あつただけでもういらねえや。いやーもうこのギミック全部いらねえな。公共高齢ドリッパーか。そこまで聞いてないのがちょっと気になるな。立派にしとくか。なんか金もありそうだけど今の状況なら。ストライク1枚消したいから、ショップには寄る。パネル痛いからハテナ2回もあるな。普通とかも欲しいから、まあ報酬も偉いし、どっちもある。あ、まあ、ラッカーボリスラとか抜かれるリスクとかあるしな。ちょっとなんか輸入するか。
で17。暗号出てきた。まあ暗号も嬉しいけど、なんかセットアップ早くするカードが欲しいな今は。あ、ここにいっぱいあるんじゃない。足かせ交代。まあ初手法要で実質みたいなとこあるから、まあ交代とか取ってもいいと思うけどな。やばい、全員バフだ。めっちゃ弱い。倒せなくね、恐れ。いやーもう、ストボー、なんでストボー魚がなんかもう。11、11、21たす15、36だから、こいつ死んでないよな。来て。やっても死なねえ。50点くらい食らうの。最悪ではなかったけど。どれだけ使ってた。何段か耐久しなきゃいけない。こいつが残虐でゲージ割るまで粘んなきゃいけない。倒せるけど、まず倒せてんの？倒せてんの？交流出ましたね。二刀流とボリスラ一緒に合わせるとそれでフロントロードになったりするから、そういう意味でも採用したい。ああ、進化欲しいよりだな。削除ができなくなる。なんか野生のウィンドがなかなか揃わないとか、なんか、こういうのもあるし。セガマンだけ単体で打てる、打ちやすくなるから、まあこれ抱えなきゃダメかな。いるより優先したい。
あまあしっかり見速攻されたな。ペティにダメージ食らったんじゃない。あーでもあれか、3回復あるか。ここにこそも絶対使いづらいな。これで食らえばいいのか。ネージ効率が良くね。包帯込みでいっぱいいっぱいだな。コンポストギャップグレしないとやばい。再生されてそう。疲れてない。残虐代がちょっと高いな。大丈夫しかねえ。まあ下りたくないんだけど。もう引けないね。ここまで来て10度なんで。くぐれ剣あと1回身に使おうと思ってたんだっけな。ここには使ったボリスラーあたりか。ポンベルの2ドルの価値取ってアップグレッシュ2ドルにする価値割と高そうだからな今。それはやばい。
耐久通せねえじゃん。やり通してもよかったんだな。これと防御しかねえ。ヘケ父さんと後が大変だからな。持ち越せないのめっちゃ痛いな。やばい。なにこれ。手で終わってんだけど。チョコっぽのがいいかなこれ。でもなんか救われてるかも。でも次のターンならまあ90稼げればいいか。いやーギリギリだな。なんかスターターがなんかまだ多いから、デッキ30枚の割にはなんかスターター多く感じるな。なんか最近のデッキいつもそうだな。無理でやめといた方がいいな。それにアップグレしたいし。あのと思ったらアップグレが目の前に来た。でもそれでもアップグレ2回だな。アップグレ剣を使って伸ばしていく。さすがしいことに事故るな。いつも事故ってんだけど。なんか矛盾に正面60点パンチ食らって終わりだなこの一気。今回はこのデッキだと致命傷になりそう。防御どうなんだろう。防御とラリアットの比較。やっぱウィンド消せないから、なんかウィンドで消せないからラリアットに見えるな。まあ脱力っていうなんか軽減の手段は一個消えちゃうけど。いやーでも言うて防御かな。
けスターターだ。いやー戦いたくねえ。けど無痛あるかもしんない。よいしょ。あでもコモンリリック買えなくなるかもしんないのか。あでもアンコモンリリック、いやここでポーション買ってなんか後に備えた方が良さそうだよな。なんで備えてるんだそれ。ユタ待ってな。ステロイドポーションな、なんか使うとこなさそうだけど、一応強心者に投げるとかがあるか。あでもなんか流れてウィンドとかで消してそうだな。現象すげえ辛そうだからこれもきっと。来てしか使えないが次。もういいか。あーでも VV、うん、まあ安は関係ないかも。持ってくれば終わりでしょ。なら話早いって言いたいとこだけど一旦めく、まあまあまあ、ね、どうせ回復するから一旦これは。いえ。取れてないか、バリケ。
クバットで何戻す？言うてウィンドしかねえかな。その置き方一番困る。それだけマジンガーもしてくれないからな。暗号ウィンで揃ったパターンは。アップグレしないと数値足りてないな。次ウィンドアップグレした方がいいかも。一瞬まあ武装でアップグレすればいいかもしんないけど、これだとなんか間に合ってない可能性もあるな。あっ、いいね。1円しかなかったかな。いやー、お肉にお世話になりっぱなしっすね。あ、でもなんか方向立てて体力20とかまで持ってかれそう。ヒルウィンドな気がする。たぶん数値足りてねえもん。あ、二残業。隠れされてないね。ストライク消しの方が強くなれるかな。これもあるな。どうだよ。じゃあどうするか。なんか一回塹壕をウィンドで焼いてもリカバリ効くって意味でもどうする。60直撃コース見えるな。
系やつとか。まさかタイマルコースだ。だがクソ弱えな。一応こいつにあれ入れられる可能性残してる。いやでもそうするとアタック結局こっちに切んなきゃいけないのか。まあラリアットこいつに打てても美味しいし。かアリケ来るのは悩むな。全部打つか。一旦あれか、足かせ打ってかか。ここで馬力打たないのさすがに厳しいよね。10くらいコース、なんか心臓全体力耐えるか分かんなくなってきたな。なんか心臓無理そうだな。よほど都合いい引きしねえと。あれも100年は助かる。まず1個まあとりあえずもう一発これ打って、交代で何か引っ張りバリケード引いたらそれ打って来なければいいのか。もう打ったやつ、はい、あれ助かるんじゃない。いやーでもなんか残虐今のうちに取っといた方がいい気もするな。なんか外とか引いてもなんか外とかいっぱいあってなんか動けないパターンもあるからな。
体力管理が今よりきつくなりそう。ストばっか引いて死亡のパターンあるからな。これかなりむずいな。逆にします。これ以上やるとバリケーが打てなくなる可能性があるから、それ握手しといたらよかったな。そうよな。やばいね、最悪死ぬな。いやー、ちょっとラリアットそこじゃない。あ、でもこれ打たないとダメだよな。マジで空気にめっちゃ仕事されてる。45しのぐルートないんじゃね。手を足かせとか駆使すればなんかなって。なんか死んでそうだな。30でしょ。たった45で45軽減の13だから、でいくつとか一言で一応1くらいよ。あー、でも雲ついてない時点で負けだな多分。反逆のダメージもあるし、あとはもうここで必死こいて動かないと負けかな。あと5体、いや無理だこれ。無理だ。ブロック溜まってない視点でもきついな。もうデッキで負けるのはちょっときついっす。いやー、多分なんか見てる人ならサクッと勝ててる人多いと思うわ、このシードね。
いやー、スターター消すのサボったのが敗因かなー、これ、多分。変化とか変化に変なの入れるより、ストライクもっと絞りに行くべきだったわ。いやー、これ勝てたの落とせた、落としちゃったなー。いやー、多分いっぱいあると思う。これどこが悪いですかって言ったらなんかめっちゃ返ってきそう。いや、俺もわかんねえ。どこにミスってるか。ああ、1時間半無駄にしたな。弱くはないけど、でも言うてね、あのパワポって嬉しいカードそこまで。いやでもし俺とかも嬉しいか。あとあれか、なんかエナジー増加手段が蜘蛛くらいしかなかったのか。あれかな、見張りとか、見張りとかそういうのあればもうちょっと動けたかもしれない。やっぱなんか、ラリアット消せなかったのも良くなかったかな。あれでもうちょっと防御のスキルの割合増やしてたら、ウィンドとかも起動しやすくなって、もう少し回しやすくなったか。いやー、なんか中途半端に時間かかって死んだからもうやることなくなっちゃったなー。なんか今から1時間半、まああれも1時間半なら終わるか。どうせサイレント勝てねえし、やっとこう。いやー、オーション3つ最弱ありそうだなー。いやー、応援しないでくれ、もう。なんかもうダメだわ。なんかもうちょっと前のなんか自分だったら、前の自分だったらなんか勝った気がするんだよな。もうなんか全体的に衰えてるわ。いろいろ取ってもな、どうせ始まんねえし。刻まれるだけだもし。どこからバースト。いるないですか。いや、ポーション多すぎ。あの、5人くらい変えとく。どうせなんか同時リックくらい落ちるし、だったらなんか最初の戦闘十分辛いから。でも、買っちゃった方がいいかなってことで。
勝先生。コツの重いのばっか続くなぁ。トップだからあんまり激毒も取りたくないな。割りなきゃでいい。キリトショップもうないし。スライムの対応も十分ゴミ引きだな。じゃあそのここしかねえな。ああここでアップグレード取ってくれな。実際サイレントの最初のエリートのタイラー側はポーション2つくらい使わないと、まあ、許してくれないこと多いから、まあ、仕方ないです。あーでもポーションリソースもないな。次のエリートもいけんのかな。これだこれじゃこれじゃなんかいけなさそうだわ。もうなんかさサイレントのアクトワンほんと自信なさすぎてエリート全然踏めねえわ。だと意味ないのか。
これなら休憩してエリート突っ込んでもよくはなってきた。ちょうどドリームキャッチャーも。なんかな、こういうアタック取ってもな。でも普通に死ぬかも。おい、おお、食らわない。もう固まんだよな、こういう普通のカードは。リラは嬉しいが、なんかな。待って、いいカード頼むよ。キリはあり。何の役に立つか知らねえけど。血とか増やしたら免疫の影響緩和できるかもしれない。欲しい欲しいけど、なんか体力がな。キャッチャーあるし、リリックにかけてみる。でも次どっちにしろ敵だっけ、汎用だっけ、あいつ。どっちにしろ敵だわ。いけなかった。で死にそうなんだけど、ここで。いやー、もうダメだ、運量がもうなさすぎるわ。新種的でしょ。汎用、汎用だもん、ね。手のプールだもん、ね。いやー、なんか負けな気がするこれは。僕。でも楽な敵が出てるのか。苦しな。よりお金でも取っとけ。
さっきもちょっと強そう。ダメージ出せる。マジでいいの？あ、でも体幹投げたい。それで45出せるけど、どうせなんかこの辺で殴るし、ここから体幹で一旦経験か。点数を出せる。あ、てかなんか毒とか絡めとけばよかったな。点数調整しとけばよかった。点数出せるのここしかないかな。これはいった。まあ最悪18ぶち込まれても一応1は耐える。ダッシュ戦略こいつか。分裂させる手もあるか。とりあえず一体倒してダガースローの結果次第でいいんだ。殴ってくる確率低いんだけども、何これ。ちょっと待って、その裏目ある。こいつら大体 30% で殴りなんだけど、 30% 2回選ばれたわ。あー、いつも裏目しか引かねえ。もうダメだ。商売で腹先とかの条件満たしてるけど、なんか体的に重いからアドナリンすげえ欲しいな。鍵もラーメンも むずいなあ。あれもなんかさっきストライクに殺されたからアストロで消してえわ。ストライク引いて死ぬ未来しか見えねえ。絶対なんか違う気もするけど。アックもあんま多めだからストライク3枚でいくか。なんかフロントアタックがいっぱい来た。こっちにしろエリートとはぶつかるんだね。圧倒的に強いのは左か。エリート確定か。あ、でもエリートくらい倒さんとな。どっちにしろボツで死ぬだけだしな。
1足りないのかこれ。ああここまで1足りない大糸。1足りない案件多いとな、なんかデッキの組み方自体が間違ってるって感じだな。あん来たけど今使えねえ。アスロ2枚飛んねえかな。アレックスはなかなかできるのこれは。しねえな、重いアタック多いし。ああこれアーティファクト我慢して した方がいいかな。でもポーション落ちてないからポーション入れ替え、ちょっとと入れ替えちゃった方が強いか。入れ替える必要ないか。こんだけしてればでもなんか普通に食らいそうだな。ハードパワーに目がいってコストバランスが悪くなりがち。まあなんかデックス、さっきのアイアンクラッド見てたかわかんないけど、あれもそんなすごい同じ感じなのかな。確かにな、なんかコストバランス気がついたら割と無視してる嫌いはある。幽霊瓶だったら使うんだったな。まあ使っても使わない人も変わんないか。おい、さすがに入れ替えか。入れ替えるもんねえんだけど。コストバランス、ああコストバランスはね、このデッキのコストを、デッキ内におけるなんか2コストのカードの比率とかそういうことだね。今回の自分だとなんか3コストか2コストかのカード多くなっちゃってるから、なんかそれで割と窮屈なデッキになっちゃってるよねってことは。
ブロックね。引けば、あ、いや、引いてもねえな。最初の方でめっちゃ引いちゃったのか。ゼロコストのカードってエナジー全部そう使い切った上で打てるとそうなんだよね。強いんだけど、まあ今さら。アクト1だと最初の場合はなんか打てる、なんかエナジー使い切った上で打てるみたいなシチュエーション多いからまあ強いんだけど、確かに悪夢来た。あーでもこのデッキだと暗殺者かな。くぐれしないとだってかなりやばいけど、この2連戦生き残れる気しね。でも黒がなんかしてくれるとは思えないしな。いやでも一応腹先のコスト減とかスニーキーとかの条件にはなる。一応手数足りなさそうだな。あら先で最悪の状況には。まあドローとあれは基本相性いいよね。ドロープラス。悪夢あって悪夢で複製してダメージ与えるとかもあったかな。ダウンロード噛み合った、刺しちゃ噛み合ってねえし。いやー下手くそだ。で、蘇爆心もあるか。スキルはいっぱいあるの。僕はまあなんかちょっと引けそうな感じはする。幽霊使えばまあ手っ取り早く柔軟ブロック取れるけど、まあ30くらい飛ばされてる時に使いたいよな、いくらなんでも。それあーなんか結局幽霊切らされるなー。これー
でねえよ。もうダメだ、もう押され、あ、なんか食らってんだけど。え、あ、死んでる。生きてる。いや、ほぼほぼ死んでました。ほぼほぼ死んでますが。生きてる。まあもう死んでるなもんだけどな、これあれだ、暗殺者が使えるって一瞬でも思った俺がバカだった。あーダメだ、もうこの辺ゲーム単純に下手くそすぎるわ。どっちにしろエリート次やるから罪なんだよ。サイレント一度も勝てなかったな、このボーナスで。やっぱこのボーナスサイレントと相性悪いと思う。ファンかけるポーション俺一回もマジで勝てなかった。ただの下振れかな。まあ普段選ばれること自体少ないから、なんかあんまり考察みたいなことできないんだけど。そうなんだよね。それ考えるとやっぱなんかサイレントとさ、アクト1でさ、なんだろう、エリート苦しいサイレントにとってはさ、なんかエリート突破できる可能性上がって、なんかそもそも嬉しいんじゃねみたいな。踏みにくいサイレントの方が向いてる気がするんだけど、そのサイレントで全く勝てなかったんだよ。なんか、結局やってることが劣化以下みたいな感じで。超えられてねえな、そもそもサイレントが。なんかマジで俺サイレント超苦手だわ。他の人さ、なんかウォッチャーの次くらいに勝ってんのにさ。まあでもどうだろう、自分のスパイアスターズだとあれか、そこまででもないか。理解度低すぎんのかな。むしろなんか裏とかでなんかサイレントいつも苦手だ、なんか割と苦手なイメージあって、他のキャラよりもなんか配信外でやってたりするんだけどな。
あ、ポーションの方、そっち？まあでもリーグ、ハイド高くないボーナス、今まで何やったっけ？ああ、事前に潰る必要だったかな。ちょっと選んだね、ボーナスの。やっぱ相変わらの劣化だと思うわ、結局。相変わらの方が、まあリスクあるけど、リスクっつうかな。まあなんか最初からルート選んで、組まなきゃいけないから、まあそこで、失敗するとちょっと大変だなってのがあるくらいで。いや、相変わらむしろめっちゃ勝ってたよね。相変わらなんか9勝6敗とか、なんかそんくらい勝ってたから。しかもスナイプしなくてもいいみたいな状況でも勝ってたから。うーん、そうだね。あ、プレイミスか。確かにね、ポーションの入れ替えとかも悪党、最初の戦闘でポーション自体使っちゃうかどうかとか、この辺もあるもんね。あ、あと最初に渡されるポーションが、なんかエリートに有効じゃないみたいなのも、普通にあるし。最初のアイアンクラッドの、アイアンクラッドじゃん。サイレントだけはこれ。スーツは割と霊界的だけど、雑魚戦の回数ね。まあ、相変よりは雑魚踏み、相変よりはなんか雑魚踏みやすくはなりそうだけど。手持ちのポーション、なんか最初からもらったポーション使って、なんか、投擲プール踏むのが正しいんかな。それでもなんか被弾してるけど、だいぶ。考えてることが絞れてる状況だと適切なプレイできてる。ああ。やっぱ最初の、なんか立ち、アクト1の立ち回りのなんか、胸が甘いってことかな。ああ、でもなんか、相方、なんかポーション3つ、そもそもの、そもそもに差ある気もするな、でも。だからポーションとかなんか適切に使って適切に入れ替えられたら強えのかな。最初になんかめっちゃ強いポーション2つもらっても結局なんだろう。1目でできないからな。1戦目で2戦目とかで使わないと。
そもそも、なんだろう。ポーション自体、なんだろう、デッキを強くしてるわけじゃないからね。なんか一時的に強くなるけど、この戦闘だけ強くなるけど、まあなんかレリックとか、ハードではないから。だからまあなんかポーションとかで ボスとか突破すると自分のデッキが弱いことに気がつかないとかそういうこともあるのよね。それはアイカも同じなんだけど、アイカも同じだし、まあハテナから敵出てきてスナイプ失敗したら、まあ、実質ボーナスみたい、ボーナスなしみたいな感じになって大変なんだけど。あいか、なんかイベント、どうだろう、あいかと同じくなんかイベントいっぱい踏めばいいのかな、こっちも。割と雑魚踏む感じで進んでったんだけど、あちょっと、やりした方がいいか。割と雑魚踏む感じで進んだのが間違いかな。思い切ってなんか雑魚を、みたいとかで。詰めてった方がいいのかもしれない。実は。引き踏むとそれだけなんかポーションの抽選回数増えるから。それだけなんか最初にもらったポーション損じゃん。あれはあれかな、最初にもらったポーションにもやるか。最初のポーションがなんか弱めだったらそれでエリートに勝てないから、うん、そう、多分最初にもらったポーションで、まあなんだろう、ザコいっぱい踏むかハテナ踏むかのルート変えていう風にやっていくのがいいんかな。まあなんか知ってるだけだし、もうあと一戦でこのボーナスお別れだから、検証しようかな。もうなんか検証はまたダイバートになりそうだけどね。考察、ちょっと今の考察、ちょっとリスク。止めるか。